イエーイ。テンション高いな。久しぶりすぎて。そうだな。ああ、もうどんな風に撮ってたかも忘れたな。腹踊り。噛んだね。腹踊りチャンネルです。さてさて。さあ、今回。今日いつもと違って、いつもはリモートでなんだけど、うん、ちょっと久しぶりに。はい、あの対面してなんならドライブなんかしちゃったりして一本撮ってます。今日やってみたいテーマを思いついて、おいろんな、俺なんか音楽が好きだから、二人とも音楽をテーマにしたアーティストとか曲とか、うん、いろいろ紹介したりしてるんだけど、音楽の中でもイントロで心をつかまれるっていうのってあると思うわけ。このイントロ聞いて、わ何すごいって言って、だんだんこの曲に引き込まれていくっていうのがあると思う。なんか心に残ってるイントロっていうか、印象的にだったイントロ、インパクト強かったなって自分なりにっていう曲をちょっと上げていこうぜっていう。おこれはちなみに言い合っていく感じ、言い合っていくかベスト3を言っていくか、まあ、ただ単に思い出したやつ言っていくか。ベスト3っていうよりはね、そっちの方が、そっちの方がいいか、いいかもしれない。うん、いきなりこう何があったっけって、カラオケで何歌いたかったっけっていうのと、はいはいはい、はい、似てるところか、ちょっと似てるところがあるかな。うん、カラオケもね、行こうぜ行こうぜって言って行って、いざ行って電木を手にすると、うん、あれ何歌おうかなってなるよね。なる、よくあるやつ。よくわかるわかるわかる。だから今こうパッとじゃあ思う曲、思い出せれるなんかある？ヤドクさん、ヤドクさんだっけ名前。そう、久しぶりすぎて。そうそうそう、ひずめくんとヤドクさんで。あ、俺ひずめくんでしたっけ。ひずめくん、ヤドクさん、なんかこれあれだよね、ちなみに曲だよね。曲曲、この番組だったりとか。あー、そういうことね。映画だったりとか、そういうことではなく曲曲曲曲のイントロ、冒頭って言ったりするか、テレビとか映画とかだったら。ああ、そっかそっか、そうだそうだ、ミュージック、そうそうそう、ミュージックでね、ミュージック、心に響く曲、心に響くっていうか、まあ印象強いイントロ、うん、ひずめで言えばイントロだけね、イントロだけを着目して、うん、その後の曲がどうとかじゃなくて、うん、あのエゴラッピンのくちばしにチョリース、なんかくちばしにチェリー、チェリー、うん、それそれそれ雪の入ってたな、がめちゃくちゃか、うん、なんかすっげえよくこれ思いついたなっていう。あー、確かに。なんか元ネタとかあるのかな。違うよね、そういうことじゃないよね。ないと思う。すっげえなーと思って、うん、こういうのを考えつくのが、確かに かっこいいよね。かっこいい、かっこいい。ラッパっぽい音なのかな、あれ。 なんだろうサックス的な音なのか。あー、トロンボーン、トロンボーン、パラッパーンみたいな。そう、パラ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 ババラ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 ってやつよ。ダラデイダラダラってやつよ。あれが分かったもん。よく思いついたなと思って。確かに。あれ結構いいよね。印象あんまり忘れないっていうか。うん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 。記憶に残るイントロだなと思って。あと超インパクト強かったのはドラゴンアッシュの曲も。入りからかっこいいのっていろいろ、はい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 、あるね。レッドユアセルフゴー、あ、そうそうそう、はい、あの辺も全然かっこいいんだけど、ウーハー的な音で始まるやつ。あー、ね、ディープインパクト、あ、ディープインパクトか。え、違う、ディープインパクトだ。メイクモノイズじゃないやそっちだ、ディープインパクト、わーいってやつか。はい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 、わーい、うんうんうん、わー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 、そう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 、わー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 、あれもなんか結構、確かにそういう、なんだろう、でもオールドスクール的なあれなのかな、ブレイクビーツっていうか、そういうヒップホップのなんかそういう、なんだろう、ノリって知らないだけであったのかな、あるんかな。そうなのかな。でもかっこいい、確かに。かっこいいよね。うん、かっこいい。ブーン、わーい、ブーン、わーい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 、なんか書く。あれ何の CM だったっけ。カセット、 CM なの、あれ。 CM なかった。なんかの CM、 なんかビクターかなんかの、違うかな、なんかウォークマンかなんかの、ディープインパクト、ウォークマンか、ソニーのウォークマン、カセットテープ、あの時ってまだカセットテープあったんじゃない、違う、 MD かな、 MD じゃない、 MD かな、なんかの CM だ、違う、全然違うかも、分からん全然重ねた、定かではないけど、定かではない、ああああ、本当に定かではない。あ、まあでもそれ
って思わせるぐらいのインパクトがあるってことだよな。インパクトあった、まあ、ディープインパクトっていうぐらいだからな本当にそうだな、確かにな、なんかない、そんな感じで。ね、俺がただイントロ好きっていうのがあるのかな。あ、イントロで楽しいけど、うん、なんか別に中身はそんなにとかもあったりするから。なるほどなるほど。サビの部分だったり A メロ B メロっていうところはちょっと微妙なんだけど、でもイントロがすごいみたいな。あ、なるほど。イントロは、うん、あ、一個一個さん。どんな違う。ケツカッチンって言ってない。ケツカッチンって言ってた今。ケツカッチンって言ってないか。ケツカッチンって言わん。ケツカッチンっては言わん。イッコさんは。イッコさんの話じゃない。なんだっけ。イッコ思いついた。ああ。ゲットワイルド。ああ。タンタンタン。あの、あれね。はいはいはい。あのフレーズね。うん。あれ、インパクトっていうか。あれ、最初は何、このシンセサイザーみたいな。そうそう。あの音の。あの音の。チャンチャンチャン。チャン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 。チャチャチャン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 からなんかズズ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 ズみたいなのがこう出てくるんだけど、テクノポップ的な感じだったっけ。そう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 、あれはやっぱインパクトがあるな。あるよな。しかもかっこいいし、あれかっこいいな。あのフレーズかっこいいよね。ギターで言うとリフっていうのはリフメロディーライン。なんでギターで言ったの。タンタンタン、日村さんがね、そう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 、よく聞くんだよあの部分をね。そういう話で言えばやっぱりよ、うん、ピアノ の、うん、あの入りってとってもかっこいいのがいろいろあって、久石譲のあの、うん、サマーとかもめっちゃいいよね。いいね、入りとかさ、いいな。ドンタ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 ンっていうさ、このアルペジオっていうのかな、あそういうあれでタタタタタンタタンっていうところに入っていくんだけど、それまでのこのダンタ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 ンっていうこの、うん、壮大感が増すよね。壮大感が増すよね。わかるわかる、うんうんうん、確かに。あとこれもすごいなと思ったんだけど、サカナクションのかな、うん、ネイティブダンサーってサカナクション、ネイティブダンサーサカナクション、タン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 、あれめっちゃすごくない？かっこいいよな。あれやばいよな。わかるわかる。よくあれ思いついたなって。で、やっぱりさっきのディープインパクトっていうのは、うん、やっぱりこのドラゴン足が全盛期だった頃の時代を、うん、あの時代って感じなんだけど、うんうん、このネイティブダンサーに関しては、うんうん、なんか例えばこの先さ、こういうジャンルの歌が例えば聞かれなくなった時代が来たとしても、うん、タン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 っていうのはなんかちょっとオーケストラ風っていう、いつの時代でも聴ける、聞きなじみのあるというか、なんかメロディーだなって、懐かしさもあるし新しさもあるし未来感っていうか。なるほどなるほど。なんかそれを感じた。かっこいいもんな。わかるわ。なんかさ、それで言うとっていうのもあれだけど、言うなんじゃな、それで言うな。 JR かなんかの広告 CM ってなんかちょっと見たことある？昔のきっと君は的な、あーじゃないんだけど、うん、JR だったか何だったかちょっと忘れたんだけど、この電車にちなんだなんかその男の人と女の人の JR で言えば、うん、あのカゴメの歌わかる？カゴメの歌、カゴメカゴメ、カゴの中の鳥はいついつ JR って言ってるさ、うん、言ってないっけあれ言ってるよな。言ってない、言ってない、怖今の話が怖いな。こんまで、なんだっけ、男と女の JR で、JR じゃない、DR、DR じゃない、出会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 いみたいなのをなんかこのなんつうの、表現してる、その表現してる、なんか電車はなんかいつでもなんか時間がどうのこうのみたいな、全部あやふやだ、全部あやふやなんだけど、そこでネイティブダンサーのでででれれれでとくるりのバラの花ってわかる？いやわかんない。てて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 
その YouTube の広告の中で見たのかも忘れたんだけど、はいはい、その CM をやっぱ全部見てしまったぐらいメロディーラインっていうか、うん、素晴らしいものがあるなっていう、最後までなんか見させられるっていうか魅了されるような、はいはいはい、あと一個思いついた今、全然関係ないんだけど、クイーンの曲っていっぱいあるなと思って、このイントロから印象深いやつが、例えばフラッシュあーってこうかフラッシュあーって分からん、分からんのか分からんか、あれかと思った俺、バイン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 、あはんででであれもかっこいいな、あれしかもでもクイーンじゃないし、クイーンではないと思う、あれ鳥肌緑のるじゃないの鳥肌緑もあれはそのサンプリングしてる、あーそうか、あ元ネタじゃないの、元ネタじゃない、海外の人、海外の誰だったかな、デビッドボーイじゃなくて誰だったかな、バンドの人の、あーそうなんだ、デデ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 デ、マイシャローナーだ、あーそう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 、で、あとよ、ドンドンチャドンドンチャ、あーバリアリフォンバレってやつよ、あーバリアリフォンバレよ、バリアリ本バレよ、クイーンのバリアリ本バレ、ビービルロックユーだろ、ビービルロックユー、バリアリ本バレ何語やそれDJ、 あれが一番この世で一番かっこいいな、かっこいいよ、確かに分かるわそれは、もうあれ以上のものもないよな、ないな、出ないと思う、あ待って、あれは、あ分かった、チリンチリンバーイセコバーイセコ、なんかイントロチリンチリンだよ、チャランチリンチリンチリンみたいな感じだったんだ、イントロチリンチリンだったっけ、I want you in my bicycle ってやつや、あれもすごい、いやいやバーイセコもすごいけどあれあれ名前が出てこないな、フランスの、フランスのっていうか、うん、フランスかもわからんな、フランス、デッデッデッデレッデッデ、あーてててててて、食べてばんばんだね、ねえだよね、食べてばりねえ、はい、そうそうそう、それ、あーコールドプレイ、これコールドプレイだ、あ正解正解、よくわかったな、そうそうそう、ビラビラビラみたいな、ビララビ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 ラみたいな、ただの妖怪だろそれ妖怪、ビラビラビラ絶対ヒダ多いぜそいつ、ビラビラしてるぜ、ビララビラみたいな感じで、そうそうそう、ビラダビラ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 ラビラみたいな感じで、ビララビラ、そう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 、それあこれもなんか本当にこのイントロかっこいいんじゃない、うん、しかもこのあれさ、なんていうの、そのギターのライン、コード、ギターのコード、ギターっていうかまあ多分コード進行、うんうん、コード進行の、うん、あの旋律が俺はもしかしたら好きなのかもしれない、あ、はいはい、他の、うん、ああいう感じのイントロが来たら、うん、おってなるもん、あチャ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 みたいな、とかこのコード進行じゃなくてもそのリズム、そう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 、チャ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 でもよくどうなんだろう、でも反応はすると思う、リクンってあれみたいな、ちょっと聞いてみようみたいな感じにはなるかもしれない、で今こっちパッと思い出したんだけど、うん、薬師丸悦子の、はいはい、私は人類、もうそれが好きなんだみたいな、そこからこう始まっていく曲っていうのは CGDE、 なんか CGEDDE なのかな、 CGFD なのかな、そんなあれなの、そんな感じなの、そう分からんけど、ドド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 
このなんか高揚感あるような、うん、ある、あのいろんなシーンでこれを当てはめてやっても全部絵になるっていうかさ、うん、感動に、うん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 、わかるわかる、なんかこうなんか心がこう、うん、こう前向きになるっていうか、うん、なんか冒険心が湧くっていうか、はい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 、なんか何でもできるような気になるっていうか、うん、なんかなんだろうね、だから全然知らないかもしれない、ちょっとマイナーな曲になるけど、うん、あの禁断の多数決っていう人たちがいて、うん、その人たちのちょっと存じ上げないけど曲にも結構あるわけさ、その、うん、そういう感じの、はいはいはい、なんつうのかな、ワクワク感が出るイントロ、真夏のボーイフレンドっていう曲があるんだけど、うんうん、その曲もよくて、うん、でその曲最初のイントロで海王様いるさ、海王様、はいはいはい、ドラゴンボールに出てくる、うん、あの人、そう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 、うん、あの人が最初こうナレーションしてるバージョンもある、はいはい、お、なんか、うん、禁断の多数決、はいはいはい、真夏のボーイフレームみたいなのをこうナレーションしてるバージョンとかもあって、はいはいはい、それもまたいいわけ、ああいいね、遊び心が好きなのか、そうなのかな、なるほど、だからなんか全然イントロっていう部分で、うん、見ない分っていうか、ああそうか、そういう着眼点はなかった、なかった、なるほどね、だからひずめくんに言われて、あなるほど、いろいろあるよね、そういう考え方あるんだみたいな、うん、っていうのはちょっと思ったかな、そうそうそう、確かにこのくちばしにチェリーって言われたら、うん、イントロやっぱインパクトあるなって思うもんな、わかるわ、あとなんかあったかな、まあでもそうイントロが CM に使われてるとか、うん、よくあって、うん、CM とかなんかなんだろう、バラエティ番組の中に使われてたりとかして、うんうんうん、曲だけは知ってるけど、うん、あこの人たちだったんだって、この歌い始めのこの、うん、はい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 、一時停止がありますとかいろいろまあちょっと運転中、ドライブ中なもんでね、収録いろんな声が聞こえる、そうだね、わけですけども、うん、まあでも一番はさ、やっぱり、うん、今日決まったな、決まった、うん、やっぱクイーンのバリアリ本バレがやっぱりどの時空を超えて1位だよな、バリアリ本バレまずバリアリなんだバリアリ本バレってやっぱ輝くわ、輝かしいわ、輝くな、輝かしい、うん、確かに、うん、地位だわ、あれは、うん、確かに、そうだな、うん、しかもあの足踏みっていうのがいいよね、だけっていう、そうだけじゃないな、足踏みと手叩き、うん、手叩き、うん、しかもあれを大勢でやられたらさ、うん、もうなんか軍隊じゃないけど、 あの壮大感が出てくるあるね、うん、でしょ、確かにバリアリ本丸、バリアリ本丸じゃないそれウィーリルロックユー欲求入ったよ。ビールロック。ビールロックユー。ビールロックユー。完璧だ。これ1位だ。1位でいいと思う。決定、うん。そこからなんかいろんな遊び心が始まったんじゃないかって思うぐらいよ。確かに。もっとあるかもしれんけど。俺らもね、まあ僕が生きて中で聞いた中ではもうあれをバリアリ本バレが1位でいいと思います。皆さん。バリアリ本バレじゃないけど。いろいろまあ聞いてみてください。この僕らがね今口にした楽曲のアーティストのイントロに注目して。そうだな。聞いて。うん。もっとこのイントロ聞いてみてっていうのがあったらちょっとね。ああコメント欄に。コメント欄に入れてみてください。僕たちのイントロ研究。部の題材に腹踊りレコメンド大賞、そうそうそう、またね勝手にな、うん、おめでとうございます、おめでとうございます、はい、イントロインパクト大賞、イントロインパクト大賞は、はい、クイーンのバリアリ本番ですウィミルロックユーね、はい、ウィミルロックユー、おめでとうございます、ありがとうございました、ありがとうございました、どういたしまして、素晴らしい、自信持っていいと思いますいいねいいねいいね